砂漠に囲まれたメーダン競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。スタートしました。カバークラス、これは好スタート。アンカーシグレ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくカバークラス行きました。続いて前へ行くのはアンカーシグレ、さらにはウルフ、5番サテヤマミント、その後ろアンカーシグレ先手を取りました。これに続くのがサンディパドック。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。スカイベリー、そのうちに続いています。その隣にボルテッカ、これに続いてワールドアームンゼン、並んで12番タカケンピット、その後ろからはレミノコクト、赤の帽子セルジオクラフト、その後ろその外にアルファコード、並んで16番カナメミラー、内からはアイスサークル、タバコリゲル、それに続いています。しんがりからアウザールタイガー、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から10番アンカーシグレ、依然として先頭、これを追う2番手にカバークラス、ウルフ、それに続きます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はアンカーシグレ、2番手はカバークラス、これは絶好の手応え、ウルフ、3番手カバークラス、ぐんぐんと進出、後続も追い上げていきます。さあ先頭はカバークラス、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カバークラス先頭、内からアンカシグレ、外からウルク、残り 200m カバークラス伸びてきた。アンカシグレ必死に追いすがります。カバークラス先頭、先頭はカバークラス、一着でゴール。2着は微妙です。カバークラス見事このレースを制しました。